吉田さん、お疲れ様です。できることすらやらなければ、できないことは、まあ絶対に手繰り寄せることはできないですよね。できることをやるから、できないことももしかしたらできるかもしれないなっていうふうに、まあ近づいていくのかなと思うんですよ。でも残念ながら多くの方は興味があることしかやらなかったり、面白そうなことしかやらないんですよね。実はね、卵って割ってみないとその中にね、黄身が入っているのかどうかわからないんですよ。この言葉も展開できることはあんまりないと思いますけども、まあ、卵ってポコンと割って卵焼き作ったりとか目玉焼き作ったりとかすると思うんですけども、ポコンと割ってね、黄身が2個入っていたり、それから黄身が入ってない卵があったりとかっていうのに出会える人ってあんまりないと思うんですよ。もちろんね、黄身が2個っていうのはたまに見かけることがあるかもしれませんし、それ専門で売ってる方がいるんでね、珍しくないよっていうかもしれませんけども、どうですかね、普通にスーパーで買ってきた卵の中から黄身がない卵って出会ったことありますかね。これあるんですよ、ね、卵をたくさん割ってるとたまに出会うんですよ、これが。でも卵ですら、ね、割ったことがない人は出会わないんですよね。いや、これどういうことか分かりますかね。それぐらい私は卵を割ってきたってことなんですよ。だからそれに出会えるんですよ。つまりそうなってくると、卵の中に必ず黄身が1個っていう先入観は私にはないんですよ。もしかしたら2個に出会えるかもなとかね、もう一回黄身のない卵に出会えるかもしれないなと思いながら、スーパーの卵の陳列を見てたり、卵を割るときにワクワクしてるんですよね。多分卵を割るときにこんなことを考えてる人っていうのは、まあ料理教室に、まあなんですかね、料理の専門学校に行ってる方ぐらいじゃないですかね。私はそのぐらいのレベルで卵を割ってきてる、まあ自慢にもなんないですけども、卵一つを例にとったらですよ。じゃあ何かね、ブログ書く、この一つの例にとっても、おそらくね、ほとんどの人はまあブログ書くんでしょうで終わると思うんですよ。ただね、思いもしないようなトラブルに出会うことってのはあんまりないと思うんですよ。数がないからです、ね、絶対数が少なければ大した運命には出会えないんですよ。ただ密度高く、しかも繰り返し繰り返しそのことをやっていると、変わったことに出会うんですよね。だからこそエピソードがどんどん語れるようになるし、言ってみればね、人生で意外ってものが全然なくなってきて、だんだん面白くなくなってくるというね。いや、そのぐらいのことをこの年になったらみんな知ってるでしょうって言葉が出るのが、どのぐらいね、嫌味なことなのかってことはなんか半分分かるような気がするんですけども、でもね、これを嫌味と捉える人っていうのはあまりにも知識や経験が少なすぎるとも言えるんですよね。やっぱりね、過ごす時間によってさまざまな角度で見えてきたりとか、で考えられないような、ね、そこに知識や情報が詰まっていたりってことを何度も何度も繰り返していくと、もはやね、何が起こっても、あああるあるみたいな感じで終わっちゃうんで、すごい情報だよって言ってきても聞いてみたらすごくないから、何それとかいう反応になっちゃうんですよね。だから本当はね、もっともっとね、驚いたりね、感動したりとかしなくてはいけないんですけども、なんか逆に縁起がましいことになってしまうかもしれませんけども、でも多くの人はそれについて驚くんだ、多くの人はそれについて喜ぶんだ、多くの人はそれについて恐怖を感じるんだっていうふうに、やっぱもっともっとね、掘り下げていかないといけないかなと思いますよね。ですんで、行動できない人とかの原理っていうのも、もっともっとね、吉野さん、私たちは掘り下げていかないと分かってあげられないかもしれないですね。だってほとんどの人は大したことをしてないのに、大したことをしてると思っちゃうわけですよ。だからそこをね、尊重してあげないと気分を壊すんですよね。分かっているんですけども、そこまで甘やかしていいのかなっていう気持ちもあったりとかして、なんかなかなか素直になれない自分もいるんですけども、まあどういうんですかね、これは。やっぱやってきた人間とか、何かをね、やり込んだ人間っていうのは、理解されないし、理解できないっていうかね、もう絶対の孤島に行ってしまうような気持ちもしますね。だから何もかも、生半可というか、お遊びにしか見えないっていうかね、そこに真剣になっている姿を見て、まあ、一種、こう、なんて、滑稽を感じるとかね。だからあんまり人のこと見ない方がいい。人のことを見ると勉強になるところもある。でもそれは反面教師としての勉強が多いわけで、本当にこの人のやってること、言ってること、すげえなって思うことってのは
相当ね展開していかないと見えていかないんですよね。目いっぱいやっていてそれしか結果が出ないのみたいな、労多くして実りなしみたいなことを心血注いでやってる姿を見るとなんか半分哀れにもなってくるし、でもその人が選んでその人が満足してやってるんだったら、まあ、尊重しないといけないかなと思ったりとかね、さまざま出てきちゃいますよね、うん、ただやっぱり私も一生懸命やってるのに結果が出ない時とか、うん、やっぱりこう暗中模索だったかもしれないですね、うん、まあ麻雀店をやってきていても利益は出ないしね、なんか手を抜いてるわけではないんだけども真剣でもみたいないみたいなね、そんな状態であるとか、でも客観的に見ると私は麻雀店の人みたいになっちゃうわけじゃないですか、俺は麻雀じゃねえという感じなんですけどね、麻雀なんて暮らしの一部、生活の一部、方便としてやってるだけなのになぜかねみっちりと麻雀の人になってしまうというね、レッテル貼りが行われてるのかなと見ると、うん、ちょっとね不本意だったかなというところもありますし、逆に言うとそこまでみっちりと麻雀に打ち込んでいなかったっていう事実もあるわけですよ。誰よりも俺は麻雀をやってきたぜとは言えないですからね、それこそ人並みに興味の赴くところまでやっただけで、あの飯も食わずにね、夜も寝ずに学校にも行かずにやったかっていうとそんなことないですから、結局人並みの活動だったわけですよ。まあだから人並み以下の結果しか出なかったし、商売にすれば大赤字だし、うん、ただたまたまね麻雀をやっていて少ない短い世界、小さな世界で勝ちまくっていたことをまるで大会に出たあのカエルのようにね泳ぎ切ったって勘違いしちゃったんですよね。まああの麻雀に関しては大した人間はいませんでしたけども、大した人間がいないところで私は吠えていたのかもしれないですね、うん、やっぱり一歩離れてみてことビジネスの世界に来てみるといくらでも学ぶことがあって、狭い麻雀という世界の中でビジネスをしてきても全く勝てなかったですから私はね、競技としての麻雀、試合としての麻雀にはもうまあいわゆる赤子の手をひねるよりもっていう感じだったんですけども、でもね麻雀を商売にして勝てと言われるとこれはね私は全く勝てなかったなというところで、戦うべき相手を間違えていたかなというところですよねそれはまあね勝てる相手と戦えばよかったのかなというところもありますし、勝てない相手に本気で挑んでいった方がよかったのかなというところもありますけどね、今その情報ビジネスという世界において、うん、難しい情報は扱わずに自分の分かることだけをやっていけばいいということが、まあ、一番の私のフィールドだったかなと、まあ、私もねよくね物知りですねって言われますけども、私は知ってることしか喋ってないですからね、ここに全てが詰まってます、これも展開できるかどうかです。物知りですね、よく知ってますねと言われても言われても違うんですよ、私はね知らないことを喋ってるわけじゃなくて知ってることしか喋ってないから物知りに聞こえるんですよ、うん、ということなんですよね。じゃ次はねこの知ってることしか喋ってない、ここから展開して吉田さんの話を聞いてみたいかなと思うんですね。はい、それで小野田さんがこの億万長者合宿シリーズに番外編として参加してくださいました。やっぱ小野田さんってすごいですね、あのトークが滑らかで、そして、まあ、長いんですけども全てに起承転結が詰まっている、小さな起承転結を繰り返して全体として起承転結も完結させていて、それでいてね私と吉谷さん両方を尊重して、そして、小野田さん自身からはこの縁にものすごく感謝しているよっていうことを伝えられて、まあ、まるでね私たちの自尊心まで持ち上げられて、まあ、嬉しいなと。小野田さんはねああやってねあの本当になんか人の心をつかみまくってますからね、うん、すごいですね、うん、まあ小野田さんも凝縮して展開して凝縮して因数分解してそれを繰り返している人生だったのかなと思います。なんかすごいですね、いくつになってもね若いですね。気がついてみたら小野田さんは未だに君臨してるんですけども本当いなくなりますね、うん、何をやっていても動画の予測検索にサムネイルがポンとね吉谷さんも上がってくるし小野田さんも上がってくるし、あとは全部入れ替わります。ちなみに昨日初めてはじめ社長と河野太郎さん、はじめ社長のアカウントが私の予測に出てきました。チャンネル登録は私してないんですよね、うん、珍しいことがあったもんですね。
はじめ社長はだからね、私の中ではね、有名人でも何でもないと、ヒカキンさんも同じです。動画を見たことがないんですよ、2人ともね。だからもう有名人よりも無名人に興味がある、そんなね、困った私でございました。じゃあ以上でございます。